ロバート・ウィリアム・アトキンソンロバート・ウィリアム・アトキンソンは、イギリス人の科学者で、明治時代に、東京海正学校で教弁を取った、親とい外国人、教師である。1878年、東京科学会の創立に貢献した。弟子には、桜井城に、平賀義美、高松豊吉などがいる。1850年、イギリスニューキャッスル生まれ、ロンドンの王立鉱山学校卒業後、 ロンドン大学のアレキサンダー・ウィリアムソン教授の助手となる。新日課だったウィリアムソンの推薦により、1874年9月9日から1878年9月8日と1879年2月3日から1881年7月8日に、対日し、東京海正学校及び東京大学理学部で教授となり、分析科学、応用科学とともに、 農学関係の学問を教えた。日本酒の醸造法を研究し、欧米の低温殺菌法にあたるヒレを発見したことで有名。染料の研究もしていて、日本に藍染めの衣類が多いことを見て、ジャパンブルーと呼んだ。1879年の夏、ジクソン、中澤岩田と参考をした。東京十文字峠八ヶ岳三丈白山。 金沢、富山、室堂、立山、黒部川、張の木峠、大町と言ったという。帰国後は、ウェールズで製鉄所の顧問を務めた。1904年には、君四島に助せられた。その後は、カーディフにて、鉄工業者や顧問技師として活躍し、1929年12月10日、カーディフで亡くなった。ありがとうございます。